アサドとプーチン。シリアとロシアは強固な友好関係にあるロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆は2015年9月30日に開始されたロシア航空宇宙軍によるシリアへの空爆である。2015年9月30日、ロシアの大統領ウラジーミル・プーチンはシリア政府からの要請を受けたとしてシリア領内でアイスセルに対する空爆を開始する。 と発表した。この作戦についてロシア国防省はアメリカ主導の生来の決意作戦には加わらないとしている。10月29日までに1000回以上の爆撃が行われ、185人の民間人を含む595人がこの空爆によって死亡した。シリアの主要都市。シリア内戦下の2015年、4年間続く内戦のもとで、 大統領バッシャール・アル・アサド率いるシリア政府は弱体化していた。政権幹部が死傷し、政権崩壊間近とも囁かれた2012年からの反体制派による攻勢は乗り切ったものの厳しい、戦況は続き、イランやヒズボラの支援にもかかわらず、北西部で国内最大都市アレッポの東半分が反体制派に奪われていたのをはじめ、ユーフラテス川東岸は伊豆に侵食され、 南部では反体制派が優位に立ち、北部ではクルド人勢力の中立と引き換えに自治を黙認せざるを得ない状況だった。さらに3月にはイドリブ県の県庁所在地、イドリブが陥落し、アサド大統領自身もすべての戦線での攻勢が不可能で戦線を縮小しない限り西部の防衛すらも危うくなることを認めるに至っていた。また、シリア政府軍では、 とりわけ一般部隊で士気が低下し、反対制派と気脈を通じる一方、一定の戦果を収めていた精鋭部隊でも、核戦線の火消しに追われることによる疲弊に加え、発言力を増すイランやヒズボラに苛立ちも現れていた。このような状況下で、アサド政権と同盟関係にある、イラン政府も内戦収束への目途が立たないアサドへの支援を、負担に思っていると見る筋もあった。しかし、 最大の同盟国ロシアはアサド政権支持を貫き、ロシア大統領プーチンは第70回国連総会の一般討論演説でシリアなどからの難民が大量に発生している問題に言及し、シリア安定化のために国連加盟国が結束しなければならないと指摘した。そしてアサド大統領の部隊とクルド人部隊を差し置いてシリアで イスラム国などのテロ組織と戦えるものは存在しないということを我々は認めなければならないと主張し、アサド政権への直接的な軍事支援を宣言した。ロシア国民の多くはシリアへの軍事介入を支持し、プーチンへの支持率は過去最高の89.9%を記録した。2015年9月30日にロシア航空宇宙軍による空爆が始まった。 シリア専門家のファブリス・バランシュによれば、空爆の第一波は、アサド政権を支えるアラウィ派の中核地域を守るために、反体制派に対して行われた。空爆の対象になった地域は、ラタキア県、ゴムス県、ハマー県などで対象となった組織は、トルコや湾岸諸国の支援を受けていたアルヌスラ戦線、シャーム自由人イスラム運動、 そしてその他のより小さな反体制派だった。そのため、ロシア空軍はアサド政権が最も脅威を受けている地域に攻撃を集中させていると見られていた。一方、この時点では当初掲げた伊豆への空爆は行われていなかったとされる。反体制派が攻撃されているとして、反体制派を支援するアメリカ政府は懸念を示した。国防長官、アシュトン・カーターは、 アサド政権と敵対する勢力への攻撃は、無分別、逆効果、非生産的であり、失敗する運命にあると強く非難した。総会が開かれている国際連合本部では、アメリカ国務長官、ジョン・ケリーが、ロシアの外相セルゲイ・ラブロフに対して、イスラム国以外への空爆には重大な懸念があると、伝えた。 ロシア国防省は、ロシア空軍が10月1日から2日未明にかけ、戦闘爆撃機スホイ34を展開させ、伊豆支配領域を空爆したと発表した。伊豆中心地である、落下周辺の軍事訓練キャンプや、テロリストの弾薬集積所、燃料貯蔵施設が対象であったとされる。欧米側から、反対性武装が空爆されたとの指摘が出る中、ロシア国防省高官は、 伊豆拠点が攻撃対象であるとの見解を示した。11月、ロシア空軍は伊豆の資金源である石油の密輸を断つために伊豆支配地を通行する前、タンクローリーを空爆対象とすると発表した。シリアからイラク国内の石油生成所を目指して原油を運搬していたトラック約500台が破壊されたとされる。11月11日には、 シリア政府軍の精鋭部隊の一つ、特殊戦力士団との共同作戦により、約2年にわたり、イズにより包囲されていたアレッポ近郊のクワイリス軍事空港を解放し、同基地に対するリ路クロの補給路を確保。ロシア軍介入による効果をシリア内外に印象付けた。トルコは、ロシア軍の空爆開始以来、ロシア軍が作戦行動を取るたびに、 ヒズ以外を攻撃したと主張していた。ロシア軍は10月3日4日にはトルコの領空を侵犯したとしてトルコから攻撃を受け操縦ミスだったと釈明していた。2015年11月24日9時20分頃トルコとシリアの国境付近でロシア空軍のスマイナス24戦闘爆撃機がトルコの領空を侵犯したとして トルコ空軍の F-16 戦闘機に撃墜され、シリア北部に墜落した。トルコ軍は国籍不明機2機が領空を侵犯したと認識し、10回警告したが、領空侵犯を続けたため1機を撃墜したと主張している。スマイナス24の乗員1人が死亡した。乗員2人は緊急脱出装置で脱出したが、 トルコマン人の反体制派武装勢力は同日夕方、上院二人を射殺したと発表した。ロシアも上院一人が脱出後に地上から銃撃を受けて死亡したと発表している。スマイナス24は撃墜される前、シリアのトルコ系少数民族トルコマン人の居住地域を爆撃していた。このためトルコの反発を買ったとされている。また、 上院の捜索に当たっていたロシア軍のみマイナス8ヘリコプターがシリア反体制派によるとみられる攻撃を受けて損傷。アサド政権軍支配地域に不時着し、上院一人が死亡したという。この事件によってロシアとトルコは激しく対立する。これを受けてロシアと対立していたウクライナがトルコへの支持を表明した一方でトルコ国内のクルド人政党人民民主党は ロシアに接近した。シリア北西部に位置するアレッポ県の県庁所在地、アレッポは、シリアの都市活動と経済活動の中心地であり、反体制派にとっては、トルコや他の州への重要な供給路であった。2015年10月より、ロシアの支援によって、士気を回復させたシリア政府軍は、反体制派に支配されたアレッポ東部の奪還に向けて結集した。 これに合わせてロシア空軍とイラン軍がアレッポでシリア政府軍を支援した。2016年2月、シリア政府軍と民兵組織ヒズボラとロシア空軍は反政府勢力の支配地域内を帯状に制圧し、東部アレッポに拠点を置く反政府勢力の補給路の一つを断った。2016年2月、プーチンは 国防省とロシア軍全体に与えられた目標は、おおむね達成されたとして、シリアに派遣していたロシア軍の主要部分を撤退させると宣言した。介入前のシリア政府は弱体化が進み、分裂の懸念があった。しかし、ロシアの国防省、セルゲイ・ショイグは、アサド政権が活力を取り戻し、軍の士気は大きく改善し、アサドの威信も回復したと説明した。 ロシアの発言力は高まり、アメリカと並ぶシリア停戦の共同保障国となった。また、撤退宣言によって、軍関係者や国民の間には、ソビエトのアフガン侵攻のような泥沼化が避けられたと、安堵する声もあった。しかし実際には、この後もロシア空軍による空爆は継続される。ロシアの軍事介入で、アサドの地盤は固まり、アメリカとロシアの支援を受ける。 クルド人主体の勢力、ロジャバも力を増していた。そのため、両者と対立するトルコは、不利な状況に置かれていた。特に、シリアでのクルド国家樹立は、トルコ国内のクルド人問題に火をつけかねない、大問題であった。そこで、トルコの大統領エルドアンは、ロシアと和解することで、クルド国家の樹立を阻止しようとした。2016年6月下旬、エルドアンはプーチンに、 ロシア軍喜劇追が過ちだったとして謝罪し、数日後に両者は電話会談を行い、両国関係を正常化することで合意した。イランの政府系ファルス通信は、ロシア軍の情報活動によって、2016年トルコクーデターが未遂に終わったと報道した。それによると、ラタキアにあるロシア空軍基地で、軍参謀本部情報総局の電子偵察部門、 第六局がトルコ軍の通信を傍受した。その時、トルコ軍関係者が軍用ヘリスー機をホテルへ派遣し、そこに滞在するエルドアンを拘束、または殺害する計画を話し合っていた。ロシアはこの情報をトルコ政府に伝えたことでクーデターは失敗に終わったという。この説はクーデター前に異常な活動が見られたとするトルコ政府の説明と一部符号している。 ただし、ロシア当局は、この報道を否定している。いずれにしろ、2016年7月15日の、クーデター未遂を乗り切ったエルドアンは、国内統制を強化し、欧米への不信からロシアへ急接近を図った。市内の勢力図赤が、政府軍、緑が反対、反体制派、木が、クルド人勢力、黒が、アイスセル2016年7月28日、ロシアは、アレッポに、 人道回廊を設定し、民間人が政府支配地域に逃れることができるようにしたと発表した。30日までに数十人が脱出したとしたが、反体制派はこれを否定した。8月、ロシア空軍の空爆によって、反体制派支配地域に住んでいた少年オムランダクニシュが負傷したとされる。9月、シリア政府軍が残りの補給路も奪還し、 アレッポの反体制派支配地を完全に孤立させた。この頃からアレッポの反体制派支配地に住むとされる少女バナアルアベドがツイッターで街の様子を発信し始めた。10月、劣勢に置かれた反体制派への空爆をやめさせるために国連安全保障理事会でフランスとスペインによってアレッポでの空爆をやめさせる決議案が提出された。 アンポリ15カ国のうち日本を含む11カ国が賛成したが、ロシアが拒否権を行使しして否決した。11月、政府軍がアレッポ奪還に向けて大規模攻勢を開始。12月19日には中トルコロシア大使、アンドレイ・カルロフがアンカラで射殺された。犯人の男は、アレッポを忘れるな、シリアを忘れるな、などと叫んでおり、ロシア軍によるアレッポの 反体制派攻撃に行き通っての犯行と考えられた。この時点でアレッポの反体制派は壊滅状態となり、ロシアイラントルコなど関係各国が停戦のための話し合いを行っていた。12月22日、政府軍はアレッポの全域を反体制派から奪還したと宣言。反体制派組織イスラム戦線に加盟する シャアム自由人イスラム運動幹部も事実上の撤退を認めた。反体制派地域にいた住民のうちオムランダクニシュラは政府支配地域に逃れ、一部が反体制派の支配するイドリブ県に移動した。このうちバナアルバベド一家は22日にはアンカラでエルドアンと面会した。シリア中部の都市パルミラは2015年5月以降イズの支配下にあった。 2016年3月、シリア政府軍は、ロシア空軍の空爆支援を受け、パルミラ奪還に成功した。ロシアは、マリンスキー劇場還元楽団を派遣し、パルミラ遺跡でコンサートを開催させ、プーチンが映像で出演者らのロークをねぎらう、パフォーマンスで戦火を内外にアピールしていた。アレッポの戦いが、終盤に差し掛かっていた2016年12月、イズが、 シリア政府軍から再度パルミラを奪取した。政権軍はロシア空軍の援護を受けていたが5000人以上とされるイズ戦闘員の攻撃を受けて撤退した。ロシア軍関係者はインタファクス通信に対しシリア政権軍がイズの戦力結集を見逃したとした。ロシアの外相セルゲイラブロフはイズ戦闘員がモスルから流入していると主張した。この頃はロシア軍は パルミラ再奪還に加わらないと見る向きもあった。一方で、ロシア国内では、ロシア陸軍の展開を求める声もあった。2017年2月末、シリア政府軍は、反体制派との訂正を行い、ロシア空軍の支援のもと、パルミラ再奪還に向けて、イズとの戦闘を展開した。3月には、シリア国営通信から、政府軍がパルミラを再奪還したと報じられた。 これ以降、シリア政府軍は、落下圏、デリゾール圏の奪還のために、伊豆への攻撃を展開することとなる。2017年6月16日には、5月28日に、シリアの落下近郊で、アイスセル幹部の会合が行われたのを狙って、空爆した結果、伊豆指導者、バグダーディーが死亡した可能性があると、ロシア国防省が発表している。2014年より、 デリゾール県の大部分はイズに支配されていた。県庁所在地、デリゾールもイズが6割支配している上に、残りの政府支配地域を包囲していた。ロシア航空宇宙軍はイズに対する大規模な空爆を行って、シリア政府軍のデリゾール侵攻を支援した。2017年9月、西方からの援軍が到着したことで、3年ぶりに包囲網が突破された。しかし、 シリア民主軍もデリゾールを狙って部隊を展開させており、シリア政府軍との間でデリゾールをめぐる争奪戦が繰り広げられた。9月にはシリア民主軍がロシア軍の空爆を受け兵士が負傷したと主張した。11月、シリア政府軍によってデリゾールが奪還された。これによってイズはすべての主要都市から追放され、残る勢力は イラクとの国境地帯のごく一部のみとなった。米軍主導の有志国連合報道官は、残るシリア側のイズ戦闘員は、アブカマルに2000から3000人と述べた。2017年11月9日、シリア政府軍は、イズが支配する最後の拠点とし、アブカマルを奪還したと宣言した。イズ兵士は敗走したと見られたが、実際には待ち伏せていて、政府軍に反撃を加えた。 11日には、市街地のほぼ全域が再びイズの支配に下ったと見られる。ロシア国防省は、アメリカ軍がイズを支援して、アブカマルを再奪還させたと主張し、証拠となる画像を公開した。しかし、全く別の場所の写真だったり、コンピューターゲームの宣伝画像に修正を加えたもので、あるとの指摘が相次いだ。ロシア国営タス通信は、 職員のミスで間違った画像が添付されてしまったと伝えた。アブカマル近郊はロシア空軍も空爆を行った。19日、政府軍はアブカマルを伊ズから再奪監視、伊ズはシリア国内の拠点となる都市を失った。2017年12月7日、ロシア軍幹部のセルゲール・ドスコイは、シリアにはアイスセルの支配下にある村や地区は一つもない。 シリア領土はこのテロリスト組織の戦闘員から完全に解放されたと発表した。11日にはプーチンがラタキア県にある不明ミム空軍基地を電撃訪問し、シリアに派遣しているロシア軍の一部撤退命令を出した。アイッセルが壊滅するとシリア政府軍はダマスカス周辺の反体制派攻略に乗り出した。2018年2月、 シリア人権監視団は、シリア政府軍の構成が展開されている東グルタの反体制派支配地で、ロシア空軍が空爆を行っていると主張した。それから1ヶ月ほどで東グルタの8割以上は政府軍に制圧され、反体制派の支配地は3つに分断された。4月、ルーマ市に追い詰められた反体制派に、化学兵器が使用されたと報道された。 科学攻撃への対応をめぐり、米ロ両国が国連安保理で決議案を提出したが、共に否決された。14日、米英物は制裁として、ダマスカス近郊などの科学兵器関連とされる施設3カ所に、艦船からのトマホークや B-1 などを用いて105発ものミサイルを撃ち込んだ。しかし、ナト o 軍の介入を呼び込むことで逆転にかけた反。 体制派の意図に反し、NATO の軍事作戦は懲罰の意味合い程度の単発的なミサイル攻撃に止まり、直後にシリア政府軍がトゥーマ市の奪還と東グータ全域の制圧を発表した。東グータの陥落に伴い、反体制派がアサド政権中枢であるダマスカス艦長外を攻撃する手段を完全に失ったことで、アサド政権の存続は確定的となり、 アサド政権打倒を目指して始まったシリア内戦は事実上の終焉を迎えた。2018年4月にアサド政権が東グータの奪還に成功し、イドリブを中心とした北西部の反体制派支配地域の奪還に向けて動き出すと、ロシア軍もまた引き続きこれを支援したが、北西部ではクルド人勢力の伸長を阻むべく、トルコ軍も直接介入を進めており、 ユープグの支援者であった欧米が、ナトー加盟国であるトルコの侵攻を事実上黙認する中で、アサド政権とユープグの仲介や、反体制派の後ろ盾となっているトルコと内戦後に、向けた協議を続けるなど、シリア政府との同盟を背景に、軍事、外交における、シリア情勢の主導権を握っている。ロシア軍がシリアに空爆を開始して、以降もパリ同時多発テロ事件や、 エジプトでのロシアル核機撃墜などのアイスセルが絡むテロ事件が相次いだ。このためプーチン大統領はロシア航空宇宙軍に対し空爆作戦の拡大とフランス軍との共同作戦を指示した。またロシア航空宇宙軍はこれまでシリア空爆に投入しなかった戦略爆撃機をシリアに投入して空爆を実施した。ロシア国防省の発表では スマイナス95戦略爆撃機とつマイナス160戦略爆撃機がカスピ海上空に展開し多数の長距離巡航ミサイルをシリア領内のアイスセル拠点に向けて発射した。しかし一部のミサイルがイランに落下した。落下したミサイルは全て不発で被害はなかった。またつマイナス 22M3 爆撃機はシリア上空に直接展開し自由落下爆弾を投下した。 ロシア国営テレビによれば、つ 22M3 から投下された自由落下爆弾には、我々の市民に対する報復、パリの報復、パリのためになどと書かれていた。この作戦による誤爆も発生している。欧米メディアは、ロシア軍がシリアで病院6カ所に対して空爆をしたとして非難している。しかし、ロシア国防省は、この情報を確認した際に、 病院があるとされた居住地区6カ所のうち5カ所には病院が一つも存在しないと主張した。また、ロシア国防省は欧米の複数のマスコミがロシア機の攻撃で破壊されたと主張しているシリアのサルミンにある病院の航空写真を公開した。この写真には病院の建物が無傷の状態で写っているという。2017年2月9日には シリア北部アレッポの郊外にて、ロシア軍機がアイスセルを標的に建物に空爆を行った際、トルコ兵3人が巻き込まれ、死亡、11人が負傷した。同日中に、ロシア国防省は誤爆の事実を認め、プーチン大統領はトルコのエルドアン大統領に電話で弔意を伝えた。その後、両国軍で情報共有を進めることで一致した。 アメリカ合衆国大統領だったバラク・オバマは、ロシアのアサド政権支援に反発し、部隊や航空機を送らねばならないのは、支援するアサド政権が弱体だからだ。ロシアは泥沼に落ちると批判し、シリアでの政治体制の移行こそが賢明な手段だと主張した。ロシアはシリアへの軍事介入によって、アメリカから主導権を奪い、中東地域への影響力を増大させた。 ありがとうございます。